Hi everyone, it's Monet. で今日はエトボスとマイリトルボックスのコラボイベントに行かせていただいた時の動画を出したいと思います。まず2階にはこうやってハーブが並んでて、カスタムでポプリを作れました。私はラベンダー、レモングラス、ローズの香りを選んで、でストーンも選べて、私は運気の上がるストーンを選びました。でまた2階にこうやってバスタブが置いてあって、エトボスの、ボックスにも入っているソープを試せました。で手にやってもらったんですけど、すごいね、泡立ちも良くて、全く手を洗った後でも乾燥しない感じだったので、顔に使っても同じ感じかなって思います。で1階にはこうやって飲み物が置いてあるエリアがあって、で私は個人的にこのお茶がすごく美味しかったです。クスミティってやつですね。で、こうやってすごい可愛いメイクエリアがあって、すごい憧れのね、なんでしょう、ステージ裏にあるみたいな化粧をするとこなんですけど、でそこでエトブスの商品がこうやって並んでて試せました。はい、ちょっと次の日なんですけど、このイベントでこのエトボスの商品と、あとマイリトルボックス、11月号のマイリトルボックスもいただいたので、またマイリトルボックス自体はもう一つの他の動画で紹介させていただきたいと思うんですけど、このもらった商品は、その別でもらった商品はちょっとこの動画の最後で紹介したいと思います。まずはね、このクリアソープとこのなんだシャカシャカするやつ、泡立てるやつをいただいたんですけど、これはさっきのモンタージュの中にもあったようにね、こう泡立つ感じの洗顔です。で説明で言ってたのは、エトボスの商品の、ファンデミネラルファンデーションはこの石鹸で落とせるみたいです。であと石鹸自体も溶けづらくなってるみたいです。そう、すごくね、別に白くもないし色もついてないし、すごくシンプルな石鹸なんですけど、すごいたくさんの効果が入ってるみたいです。次はこのヘアバンドをいただきました。かわいい、今もちょっとつけてないですけど、また朝顔洗う時とかつけたいと思います。で次がこのリップなんですけど、これはミネラルリッププランパーモイスチャーリップエッセンスってやつで、プランパーなので多分唇に張りと弾力感を与える色付きリップだそうです。色付きリップ美容液、じゃあリップクリーム兼リップ色がつくよみたいな感じですかね。ちょっと試してみたいと思います。私が今回使う色は NOO1G です。見えますかね、こっちつけたんですけど、確かにな、すごい、でもね、カメラに映ってるよりももうちょっとピンク味が強いですね。実際に見るとなんか不思議な感覚です。なんか見た目はグロスつけてるみたいに見えるけど、なんかマットなリップつけた感じの感覚だけど、でもなんとなくリップみたいに乾燥はしないみたいな感じです。次試したいのがこのチークなんですけど、これイベントにも試供品が置いてあったので試してみたんですけど、私が使う色はハニーサックルってやつですね。あ、でこの商品名はミネラルチーク E ってやつです。そう、こういう感じになっててあれですね。お、どんどん徐々に出てきた色が。お、見えますかね。
言いますかね。ナチュラルに発色されてます。こういう感じの色合いですね。見えないかな。そういうのもちょっとしたこういう感じのです。こういう感じです。今日の動画はエトブスとマイリトルボックスのコラボのイベントに行かせていただいたので、ちょっとブログ的な感じにしてみたんですけど、でね、いただいた商品も試してみました。で、前のね、先月のマイリトルボックスの動画でも言ってたんですけど、エトブスってちょっと高めだから、なんかいつも買おうかなと思ってちょっとちょっとやめてしまうようなブランドだったんですけど、すごく今回試せてすごい楽しかったです。あと特にね、私はチークが好きです。うん、あんまり普段チークしないんですけど、あのメイクによってね、チークつけるかつけないかあれしてるんですけど、つけるときはすごくね、ちょうどいいピンクですごく好きです。うん、自然だけどまだちゃんと色をつけてくる。あとね、調節がこれがね簡単なんですよ。あと化粧、このチーク自体が無駄にならない、あのパウダータイプのやつだと、あの絶対こう筆につけてパンパンってやらなきゃいけないじゃないですか。そうするとこのパンパンってやってる部分は結局無駄になってるんですけど、これだとそれが不必要なので、あとしかもあのメイク直しとかにもね持ってきやすいっていう、とってもいいと思います。で、マイリトルボックス自体も試しているので、よかったら見てみてください。では、 I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye.